中村雅香ショー at FM 網走。さて火曜日10時になりました。田村雅香です。田村雅香賞アット FM 網走、今日も1時間大変失礼いたしました、1時間お付き合いください。今日はね、網走地方はね、いい天気だよ。なんか空が大きいね、空が大きいって大きさなんか変わんねえだろね、変わんないけどね、大きいんだよね。その君で見てごらんね、そういうわけでいい天気です。この間その、まあ、寒くなって、いや今年ね、そのちょっと網戸を買ったんだよね。なんだろうね、エアコン買うぐらいまでなかなかいかないんだね、気持ちがね。エアコン、いや本当に背中を押してくれりゃ買っちまえば簡単なんだけど、まあじゃあ網戸ぐらい買うかってね、網戸で買って、それでしばらく開けて おったんだけど、もうその網戸も閉めて、ああもう今年も夏終わったなと、思ってたんだけど、また帰ってきましたね。夏帰ってきました。よかったな。今日は久しぶりに、またアロハを、使っております。もうね、何回も着る機会ないんだよね、本当に。まあ、そういうのを、楽しみたいと思います。さて、今月も本当に26日になったんだね。何やったかな。でもまあ割と忙しい月だったよな。まあ言ってもまだあと1週間あるんですけどもね、26日です。商売関係の人は、忙しくなる、月末を迎えるわけですね。なんかサラリーマン時代がなんか思い出して懐かしいですよね。金融関係の人はね、俺んちは毎月35日まであるんだよとかね、どれだけ働くんだよってね、まあね、いろいろみんな頑張ったんだと思います、ね、私も頑張ってましたよ。だけど無事サラリーマンを卒業しまして、今はまあ悠々自適にね、悠々自適っつったらなんかちょっと語弊があるな、自分のペースで仕事ができて嬉しいな。まあやっぱり自分の得意なことで勝負しなきゃいかんよな。何かの都合で勝負しなきゃいけないっていうのはやっぱり良くないよなと本当に最近思います。なんだろうね、そうじゃないと責任が取れない、ね、責任取るっていうことは要するに、まあダメになった時に、全負債を負うっていうかね、失敗した時に全負債を負うっていうね、だからやっぱり自分の気持ちから湧いてくるもので勝負しないとやっぱり本物の、生き方ってできないような気がしますよね。よかったと思います。この巡り合わせに感謝です。いや私の場合はね、根性がなかったから、いやもっと早く気がつけばよかったんだけどね、サラリーマンを追い出されるまで、独立することはできなかったね。まあもっと早くやっとけばよかったよ本当にね。まあしかし、まあサラリーマン時代のそのいろんな修行がね、役に立ってるっていうのも、それもまあ振り返ってみりゃ、そうなのかなとも思っておりますね。本意じゃないことを、不本意なことをやっぱりやらなきゃねいけないわけですからね、いっぱいね。
さて、メッセージいただいても嬉しいですよ。またね、特に嬉しいメッセージ。ちょっと言いますよ。振り出し網走さん、ね、オカリナをね、高層で見てからオカリナを始めてくれたっていうね、オカリナをやってくれる、その私のそのまあ受講生ね、檀家さんの中で、貴重な男性なんですよね。まあ女性はね、割とね、気軽にシュッとやってくれるんだけどね、男性はね、なかなか反応しないね。ね。面白いもんだなと思いますけどもね。まあ、振り出し網走さんからメッセージいただいておりまして、はい、読んでみます。田村正和賞恩中。正和さんでお久しぶりです。昨年末以降、古装のライブになかなか行けず、すみません。最近仕事で残業続きですが、毎晩帰宅後にまさかさんの YouTube を拝見して週末練習するのが私の楽しみですと。一昨日エコーセンターでふるさとアーティストフェスティバルのポスターを見かけました。9月4日に、まさかさんが出演されるそうで、その日は私も観覧させていただきます。今から楽しみですと、ね。やっとポスターが出回ってきたんだね。ね、ふるさとアーティストフェスティバルね、思い出した、あれ、第1回、第2回ぐらいの時に私、網走に来たんだよね。10年ぐらい前の話。その時に、まあ、エントリーしたんだけど、ね、その時はね、まあ、あんたは地元だからっていうことでね、ホールは使わせてもらえず、この野郎と思ったけどね、まあいいや。ね。で、それで、じゃあ、ロビーでいいからってね、まあ、ね、俺の舞台を見てから、ね、次は絶対、ね、そのホールでやらせてくれよってってね。そしたら、いろいろ事情が変わって、担当者が変わり、ね。私はなんかいないことになっちゃったっていうね。だからまだ2回目になるのかな、今度出るのはね。まあ、いろいろね、その私 の, その舞台スタイルもいろいろ変わってきて、ね、最近はその自動ピアノを持ち出してね、その結局は私の描いてるその、昔見た坂本龍一さんの一人舞台、ね、坂本龍一さんがグランドピアノ2台を操る、ね。それに、まあ、ね、まあ、感化されて、ね。自動ピアノを持って行って。だから、その、エコーセンターのそのグランドピアノでもね、自動ピアノ入れてよって言ったんだけど、無理ですっつってね。そうか。そしたら、古装のピアノを持って行ってよっつったら、無理ですじゃあいいや。じゃあまあ、旧スタイルでね。まあ、だからこのふるさとアーティストフェスティバルは、まあ私の告知の舞台だと思って、臨みます。ね。まあ、尺も短いしね。だからまあ、ちょうどお知らせの舞台としてはいいんじゃないかなとは思いますね。そういうわけで、ね、地元で、起こった、その、まあ、フェスですよね。まあ、やってみようかなと思います。9月4日みたいですよ。ね。やっていきます。まあ、ピアノとオカリナとおしゃべりと。おしゃべりではなんか終わっちゃいそうな気がしますけどね。まあいいです。そういうわけで、見つけてくれた、ね、振り出し網走さん。ありがとうね。本当にね。オカリナはね、まあ、外せないと思います。振り出し網走さんもね、オカリナを、あれ、ここの、局で見た、そのメッセージ。あれは、なんで上がってたのかな、動画が上がっててね。いや、すごいよね、と思ってね。なんだろうね、できる人は本当に、自分で工夫しながらやっていくんだよね。いいじゃないですか。でね、どんどんいろんな、影響を受けながら、やっていったらいいと思います。さて、空が、とても大きいので、綺麗なので、まあ、これちょっと意味が違うんですけども、ユーミンの飛行機雲、お聴きください。
はい、聞いていただきました、飛行機雲でした、また情報流れてくる情報を見てるとまたコロナがね随分蔓延してるっていうことで、ところがニュース見てもね例えば小樽の牛尾祭りなんかもねすごい人出だよね。あれはまあお客さんは動き出した、いやもちろんその高層で、お会いするお客さんもね、本当に、また増えてきたよ、ね、さあそれをどう理解するかね、いろんなその、ね、海外から来てる人なんかでその、ね、各国の事情なんか聞くと、例えば、アメリカに行ってきた人、ね、今のアメリカっていうのはアメリカの状態っていうのは、まあ、その都市にも州にもよるんだろうけどもほとんどもうノーマスクみたいですよね。これやっぱりに日本っていうのはまあ国民性だと思うけどもやっぱりマスクをしてないと、否認扱いされるっていう風潮があるからね。まあそのこういうことっていうのはまあ宗教と政治のことに近いんでどうだっていうことはまあ言っちゃいけないのかもしれないけどもそれぞれの考え方があるからね、まあしょうがないのかもしれないけども、まあ昔スペイン風邪が、世界中に流行って、まあ、今回のコロナに近いものがあるのかもしれないけどもね、動きとしてはね、5000万人死んだとか1億人死んだとかって言われてるらしいけどもね、それもまあいつか収まってる。で、例えばインドなんかの様子見てるとインドはもう特にもう、まあ、人も多いしね、もうそんな、対策なんかやってらんねえよっていうのが現状だったのかもしれないけど、まあ多くの人が、亡くなったかもしれないけども、最近なんか収まってるっていう話も聞いたりしてね。ほんで台湾なんかも、ね、台湾なんかの例でいくと、まあ島国っていうこともあるし、まん延対策がもう完璧に徹底され、ね、完璧だった、ね。ところが今非常に蔓延してるっていう状況を見たり、じゃあこれどんなのがいいのかなって気はしますよね。やっぱり何をやってもその弱い人はいるね。これはもうしょうがないね。タバコ吸ったって死んじゃうやつはいるわけだから。で、ね、まあホルムアルデヒド問題とかね、まあそれこそ花粉の問題とかね、弱いやつは本当に弱いね。だからその弱い人が、ね、何をやったかっていう問題でも一言では言えない、ね、まあ運がいいとか悪いとかあるかもしれないけども運のいいやつはもう何が起きたってもうへちゃらでその前のものと生きてるんだよね。だからまあそれを運で片付けてしまうのはあまりにもちょっと、ひどい話かもしれないけどもでもこれしょうがないですよね。世の中見ててもこんないい人がなんでこんなに早く亡くなっちゃうのってのはあるけどもしょうがないですよね。そんなの、誰が決めたんだっつってね、決めちゃうがね、ね、もうもっと死んだ方がいいやついっぱいいるのになって本当に思いますけどもね、まあ今回の、コロナにしてもねやっぱり自分をやっぱり健全に保って、保つって何なんだろうっていう、まあそれも説明しきらんけども、免疫がしっかりしてればね、何もへっちゃらなんだよね。だから弱い人は何したって弱いからね。だから、そんなところまでやっぱり管理はできないよね。そんな言い方しちゃダメなんかもしれないけども、要は例えば政府だとか国家とかそういうものが責任取れるような問題じゃないんだよね、ウイルスなんていうのはね。だから、まあ、温暖化がどうのこうのって騒いでるけどもあれも本当に温暖化なのかな。地球のその例えば46億年の歴史の中で氷河期もあったわけだからね、まあそこら辺をどう説明すんのよっていう気はするけどもな。本当に多少この100年で1度下がった上がったとかなんとかって
そんなぐらい揺れるだろうってね。人の体温だって朝と晩と昼とやっぱ違うわけだからね。揺れるだろう、そのぐらいの揺らぎあるだろうってね。100度も違いや、それは大変なのかもしれないけども、まあ人間死んじゃうけどね、そんなね。まあそれだってその宇宙規模で考えたらほんのちょっとの揺れなんだよね。だからまあたまたまのその、絶妙のバランスで、この瞬間生きてるだけでね。まあ人類がね、1億年か2億年、生きたよと、人類がいたんだよね、そのぐらいで済むかもしれないよな、なんかね、しょうがない。まあたまたまなんだよ。だからまあ一喜一憂するんじゃなく、やっぱり積極的に生きていかなきゃいけないなと思いますよ。中村天風さんが生きてたらどうやって言っただろうな、ね、あの人が訴えてたっていうのがね、みんなにその訴えてたのは心の、管理ね。人間はそのまあ心で参っちゃって、まあ自殺したりねするんだけど、まあ絶対積極という姿勢をね、絶対積極っていうことを、見ておけば、まあ意識っていうかね、ちゃんと実施っていうのかな、それに努めることができればね、例えば宗教に救いを求めるだとか、そういうこともなくていいんだよね。なんか安倍さんがそのなんか宗教絡み の, そのなんか誤解かなんか知んないけど、それでね暗殺されたね。まあ宗教の与える罪は大きいよなって思うんですけど、しょうがないよね、それ入る人がいる、頼る人がいるんだからね。だからまあね、いろんな特殊詐欺なんかもあるけどもね、それにまあそれこそ騙そうっていう人はさ、真剣だからね、これはもう24時間寝ないでも頑張って仕組みを考えてるよね。だからまあそんなのに負けちゃいかん、と思います。だから自分をね、積極的に保って、自分で自分の責任を取ってやっていけばさ、まあいわゆる幸せにやっていけるような気がしますよね。やっぱそこら辺のなんか消息っていうかさ、それが一番大事なような気がしますよね。まあコロナは確かに増えてますよ、増えてますけども、そうですかっていう感じなんですよ、私はね。まあこうしなさいっていう気持ちはさらされない、どういうふうに感じようが、まあ、カラスの勝手ですからね。ビビるのも自由、ね、もう好きにしたらええ、ね、そんな感じがします。さて、またメッセージもいただいてましてね、恋するミニトマトアットはがき職人さんからね、田村まさか様おはようございます。先週土曜日網走夏祭りに行ってきました。でもこの日は7月とは思えない雨と寒さでしたね。さて今年はあちらこちらでお祭りやイベントが再開されていますが、まさかさんのご出演されるイベントがあれば番組内でも教えてくださいね。今日のおすすめの一曲お願いしますね。本当はご配慮ありがとうございますね。おすすめの一曲ね、いや確かにね、お祭りがいろいろ開催再開されてきましたよね。まあなかなかね、その私もほとんど縁がなくてね、呼ばれることはまずないんだけども、そういやね、南田健二さんと久しぶりにね、南田健二さんが電話来てね、一緒にやろうかって言ってくれたのが北見市でやってるやつ、まあ北見市の御根湯でね、御根湯の祭りね、いつだったかな、8月の、あ、ちょっと待ってね。8月の、あ、5、6だ。ね。金、土。ね。2日間なんか夜にやるらしいですよ。ね。さあ、南田さんと何しようか。近況報告のその、2人でなんか、おしゃべりでやっちゃいましょうか。
いろいろ考えてますけどね。南田さんもね、札幌、片付けて、もうあのコロナの影響で、そのすすきの界隈はもう大変でしたからね。本当にね。まあ、多くの方が、なりわいを変えて、やってるんだと思いますよね。まあ、それでもね、活動は続けてますね。で、前からね、南田さんはね、自分の曲を作ってたんだよね。まあ、本当素直な歌詞を作るし、ああ、もう、俺もそんなに素直な詞書けたらいいな、と思うんだけど、もう日本語に対してはね、本当になんか、もう変な緊張が解けなくて、素直な詞が書けません。いや、もう本当にね、書けたら、やっぱり歌ってのが一番その、電波力っていうかね、伝わるような気はしてるんだけどね。で、ま、ね、南田さんが作った曲を、2曲、ちょっと、ね、デモ曲送ってきたから、じゃあそれにオカリナでピコ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 、かぶせてくれませんかっていうからね、ああいいっすよいいっすよつってね、でね、まあそんな感じのものが内容になるのかな。まあ本当8月の、何日だったっけ、5日金曜日、そして、6日の土曜日夜に、ルベシベ、あ、オンネイだ、オンネイのお祭りね、オンネイにね、なんか温泉広場ってあるらしいんでね、あるんだよ。温泉だけっていう風呂屋があったりね、まあ、そういうとこあるんでね、そこに屋台とか出て、そのお祭りに、参加してきますよ。ね、よかったら、お越しくださいっていうね。ね、そうそう、先週末のね、その、雨だったもんね。ちょっと大変だったよな。ね。ほんまに。もう雨降るとやっぱり辛いですよね。ね。北見なんかもその、花火が延期になったんだっけな。なんか、いろいろ話は聞いてたけど。ね。大変だよね。いつだったかな。その、北見のそのラジオやってる時に、その、花火の中継をやったことがあって、もう真下で、見ること、まあ、花火もね好きなんだけど、あんまりそのよし花火行こうっていう風でもないからね、そんなに関わってなかったんだけど、まあ仕事だから、中継でその本部席でまあ聞いておったんだけど、いやまあすごいですね、あの破裂音ね。いやあれがもう本当もうめちゃくちゃその体感が良くてね、よかったなっていうのを思い出しましたよね、本当ね。まあ、でも花火もね、その、なんだろう、その、花火が爆発すると、まあ、若干の煙が出る。ね。もちろん雲がかかる時もあるし、まあ、煙で次の花火がもう、映えない時もあるしね。まあ、難しいよね。本当に。その中でね、なんか小樽の牛尾祭りね、なんか3年ぶりにやったんだっけ、まあ、人のでもすごかったらしいけどね、だけど、なんだ、天気も良かったんだね、ああ、本当に、まあ、良かったねと思いますよ。ね、それでまた本当コロナの話がくっついて、ぐちゃぐちゃぐちゃ変なことにならんように願っておりますね、願っておりますよ私はもういいじゃないのって気がしますけどね、さてはがき恋するミニトマト、あとはがき職人さんありがとうね、とりあえずね、ルベシメの祭りぐらいかな、あ、それからさっきの9月だったっけ、9月のふるさとアーティストフェスティバル、あれはいつだったかな、9月のアーティストフェスティバル4日ですよ、多分私はね、4日 に舞台、まあ、ね、短いですよ、20分ぐらいですからね、まあ、やります。今んとこね、その外注の、用事はそんなとこですね。あとはもうとにかくね、コソの舞台を大事にしようと思ってます、私本当に、無理にね、どうのこうのね、やるよりもね、構想の舞台が今一
般その、なんていうかな、もう本当に文字通り自動ピアノで、ね、私の、鍵盤の動きを再現して、生の演奏の生の伴奏、生のピアノ伴奏と生のオカリナ、そしてね、私も本当に、気がつくのが遅かったけども、エフェクトは一切なし、ね、あの会場のその響きだけ、ね、でやっております。そして、マイクの伝送システムを、ね、入れ替えて、今本当オカリナのね、その、まあ、音圧の高いピークもね、歪まないで出せるようになってますからね、そこら辺を楽しんでください。コソのロビーコンサートは毎日、まあ、行ける日はね、20時から20時45分までもやるんですけども、お客様さえいれば早くからもやるし、私自体は、19時6分か7分ぐらいには入って、まあ、ちょっとね、調律の、まあ、手直しをしたりね、そんな準備をするのに10分20分30分かかったり、日によってね、調律にめちゃくちゃ時間がかかる時もあるんだけどね、まあ、お客さんさえいれば早くから始めるしね、まあ、言ってもその様子は、できるだけ YouTube でアップするようにしておりますから、楽しんでくださいとね、いう気がしてます。だからまあ一番その自分のその描いてることが実現してるのが、網走コソの舞台です。でここを見るのに、まあ基本的には宿泊してくれてるお客様の、まあなんだろうね、あの和みっていうかね、憩いの時間としてプログラムとしてやってるんだけども、あの日帰り入浴でもいいよって言ってくれてるからね、日帰り入浴の玄関から入って、でお風呂券を700円で買って、で、そしたらそのまま、あのロビーに来て観覧してくれてもいいんですよ、ね、まあ、そんなわけで、まあ、ちょっと普通のコンサートよりはあの時間は遅いかもしれんけどね、まあ、ただね、内容はやっぱり自分としては一番その納得してるんですよ、ね、あの調律の行き届いたピアノ、ね、それと生の音のオカリナで、生の音の、オカリナのピアノ伴奏で、そんなことが、でそれはもうほぼ毎日のようにやれるから、まあ、時々ね、第1第3火曜日それから第1第3木曜日は、教室をやってる関係でね、舞台ができなかったりします。あとは、ね、まあ、月末あたりにちょっと休みをいただいたり、するぐらいかな、ね、大体できるだけ毎日そこで、今本当に何のその抵抗も感じないで、やっていこう、やっていけるのが YouTube なんですよね。 YouTube はいいですよ、もうお客様が、ね、あの見ようと思った時に見りゃいいですからね、見逃しもないですから、見逃しちゃっていいわけだからね、あのそして、お金もかかんない、ね、だからまあそれがやっぱり一番理想的で、 YouTube を通して、まあ、ただね、 YouTube からその収入を得るっていうのはなかなかまあ難しいんだけども、YouTuber としての最低限の資格が、チャンネル登録者が1000人ね、私がね、まあ惜しいんですよ、900今ちょっとですよね、ね、あとちょっと皆さんの清き一票をお願いします。だってね、これね、あの無理してね、あのいやまあ言うから、まあ、付き合ったろうかっていうんじゃやっぱりね、まああのそんなやっぱりどっちみち外れちゃうからね、そんなのはね、だからまあいいなと分かってくれる人に伝わったらいいと思います。みんなが分かるようなネタじゃないのを分かってる、ね、だからまあ 私の場合はまあ、音楽のごく狭い範囲の専門店としてね、専門店としてやっていきます。ね、ね、なんだろうね、いろんな商店があるけども、ね、直旅屋とかね、下駄屋とかね、まあ、そんな類のもんなんだろうな。ね、何でもあるデパートとはまあ違う。まあ、デパートも今流行らないですよね。私らが若い頃っていうのは、まあ、ダイエーなんかが躍進して、ね、本当にスーパー、そしてデパート、百貨店っ
ていうのが、ものすごいその影響力を持ってて、ね、支持もされてたし人も集まったし、ねね、だからあそういやね その頃、まあ、一番最初のきっかけが実演販売の仕事だったんでね、東京出て、ね、あの怪しい塗り石鹸、ね、あのまあクレンザーみたいなやつを怪しいの実演販売で売っておったんですよ。ただまあ、まあ、喋ることはね、上手にできたんだけど、その商売に対する姿勢っていうのをね、その仕事で教えてもらったよな、本当に。まあその当時なんてね、まだね、今テレビで見るような実演販売みたいなちゃんとした、位置づけじゃないんだよね。まあ要は敵や敵やね、それこそ、商店街の、軒先なんかに行ったりしたらで、お前どこで店出してんだこの野郎っていうおっちゃんが来たり ね、ねあったんですよ昔。どこだったかな、まあ、忘れたけど、ある商店街に、ね、若造の私が行ったら、お兄ちゃんお前どこで誰のことって出してんだよ、この俺の場所だよって、いや私はそのもう会社から言われてそのどうのこうのってね、で言ってたら、お前根性あるなってね、ちょっと来いやって言われて、ああ分かりましたってついて行って、何されるんかなと思ったら喫茶店に行って、その親父はビール飲み出して、で気分良くなったのか、お前根性あるからあの場所やるやつって、やるわっつって俺はそのまま聞いてきたんだけどって、ね、何事もなく、店に、場所に帰ってきたと、ね、まあいろんな、いろんないろんなやつがいた、本当にね、まあ懐かしいですよ。でもね、全てがやっぱり生きてるな、うん、そこら辺の経験がね。だからやっぱり舞台をやるときもね、あんまり緊張して最初の頃っていうのはね、あんまりおしゃべりもしないで演奏だけやって、そんなもう伝わるわけないよね。まあ最近はまあおしゃべりで、やっぱおしゃべりって大事だよな。まあうん、そうだね、綾小路きみまろさんじゃないけどね、まあ、あのぐらいね、お客さんをいじるぐらいのことはちょっと私にはできないけども、できたら面白いよなと思いますね。まあ そんなわけで、まあ、その頃の経験がやっぱり確実に生きてるよな、ただ黙ってオカリナ吹いて、ただ黙ってピアノね、弾いて、この曲はどうのこうのって言ったってさ、そんなこと関心あるやつなんかいないって、本当に知らんがそんなもんね、あんたの都合だろっていうとこだからね。まあお客さんはまあリラックスしに楽しみに来てるっていうんだよな。結局まあその実演販売した頃ってのはおしゃべりはね、口上はね、私は誰よりも上手だった。もう縦板に水でね、サラ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 だったね、まあだけど売れなかったんですよ。悔しかったな、本当に悔しかった。それで同い年ぐらいのその大学生がね、アルバイトで来るわけですよ。その兄ちゃんがね、もう1日もう5万とかね、もうそれこそ ひどい時には1日10万円とかね、 2,3 時間で稼いでいくんだよね。なんだこいつと思ってね、もう本当にもう悔しかったけどね、それはね、私がね、正義感なり正しさなりね、そんなものをね、そんな現場に出してたんだよね。ね、まあ本当に恥ずかしいようななんか生き様だよな。もっとね、柔軟に器用に生きていきゃよかったのにな。本当金なかった。ね、まあ苦しかった、ね、まあだけどその時にまあそのね、実演販売の親分、まあ要は敵屋の親分ね、まだ30歳ぐらいだったけど、厚木にね5000万の家を現金で買ったっていう人でね、やっぱりすげえ人だったな。だから、ね、奥さんって言ったら、奥さんじゃねえ、奥様だろってね。それでなんだろうな、まあそういうところね、いろいろ教えてくれたよな、本当にね。それはね、後のその小売店のその、現場に、家電屋やったりね、それこそまあ車の営業ね、やったりしたときやっぱり役に立ったね、本当に良かったよね。
あ、思い出した、小野内さんって言うんですよね。今どないしてんだろうね、まあ、今それこそ友情自適なんだろうね、そんな気がします。話がいろんなところに飛んでしまいますね、シナリオはありませんからね。さて、次は、いつも何度でも聞いてください。はい、聞いていただきました、ね、これいい曲だよね。この三拍子がねなかなか凝っててね、時々踏み間違えるねまあ慣れましたけどもね。やっぱり何でもいい、何回も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  やってりゃいいんで、そのうちなんとかなるね。ね、右で箸を使ってる人がまあ多かろうと思いますけども、今日から左でやれみたいなもんでね、さあ大変だよ、なかなかね。この大人になって新しいことにチャレンジできないのは、なんだろうな、理解できないからできないんだよね。行動に移れない。だけど、やっぱり子供たちっていうのはやっぱり、ね、何がすごいかって言って、奴らは何にも心配してないんだよね。できないだとか、失敗することは何も心配してないんだよね。もう興味が先に立ってパソコンでも何でもぐちゃぐちゃ触りまくるね。だからやっぱり音楽も何でもそうだけどね、経験値、圧倒的な経験値ね、まあ経験の量ですよね。それがやっぱり感覚っていうのはね、塩梅っていうのを、体に身につくように仕向けてくれるんだよね。仕向けてくれるっていうか備わるようになるんだよね。テレビでちょろっと見た寿司握りの職人さんがね、1グラム高わずに、シャリを握る、ね、あれもすっごい技だけど、やっぱりもう圧倒的な繰り返し作業の結果だよね。まあ、鉄鋼の旋盤工の、ね、職人のおっちゃんなんかもね、それこそね、数ミクロンの差を手で感じる。いや、もちろんそれはコンピューター制御の機械だったらできるんだけど、どうなんだろうね、それより正確だっていうか塩梅っていうか。人間がやっぱりすごいのは歪みっていうかね、揺れっていうかね、その歪みっていうか必要な歪みってありますよね。だからそこら辺まで整形することができる技術なんだろうな。正確なことはできるよね、本当に機械でやればね、コンピューターで制御すればねできると思うんだけど、やっぱり必要な歪みを機械で表現するっていうのは、これはねなかなか計算式じゃ成り立たないもんだと思うよな。まあ、コンピューターミュージックっていうのが、まあ、やりだして、
まあ、古いところはまあシンセサイザーぐらいから始まったのかもしれないけどもね、昔ね、私は高校時代の話だけど、まあ、もちろん YMO とかね、YMO の前に富田勲さんがなんかやってたよね、アナログシンセサイザーで、オーケストラのね、ホルストの惑星とか出したりして、俺も買って、いやすっげえなと思って、やったけど、今はもうそのシンセサイザーの構造も全然違いますからね、でもデジタルのねで音を作ってるから、まあ、いいんだけど、だけどやっぱりコンピューターミュージックで、例えばまあ、まあ、どの楽器でも難しいんだけども、やっぱり、演奏するときに、必ず演奏の音に、ついてくるのは、その、歪みじゃないな、揺らぎなんだよね。不安定なところなんだな。だから、やっぱりそこら辺をね、コンピューターでやると、まあ、できないんだわ。で、もしそれを、手作業でその揺らぎを加えようとしたら、まあ、ものすごい技術がいるよね。手間だしね。ほんで、あらもう、結局、下手でも生の方がいいなっていう、まあ、それはもう圧倒的な技術があればいいんだけどね。まあ、コンピューターじゃ表現できない部分、それは、私はね、少しは分かるような気がしますよ、本当にね。まあ、そんな領域で生きていきたいな。今後、まあ、例えば少子化をすごいね、憂いている、ね、考え方が、まあ、あちこちで言われるけども、少子化だっていいじゃないの、別にね、仕事はやっぱりどんどんなくなっていくよね、スーパーのレジだって、だんだんその、セルフになってきてるし、ね、まあ、本当にコインパーキングなんかもね、もうカメラで監視して、ね、お客さんが勝手に払うみたいなことになってきてるし、無人のコンビニなんか出りゃ、あれはもうすごいだろうな。まあ、保安の問題も、無数のカメラと AI で、監視するっていう、ね、ことになりゃね、だからもうどんどん機械に任せられる単純作業っていうのはね、どんどん機械にやっていって、人しかできないところがあるんだね。人しかできないところは、が残っていく。やっぱりそういう仕事で勝負していかんとね。ね、うまい飯を作るとかね。やっぱりそういうところでやっていかんとな。やっていったら、もっともっと楽しいような気がしますよね。さて、この間ね、久しぶりに、これ、アンコールいただいて、これ、かけたかな、まあまあ、ダブってもいいけどね、まあ、めったに、まあ、やらないんで、歌を、やりたいと思います。イマジン。Thank you.
I hope someday you join us and the world will be prosper. Imagine no positions. I wonder if you care. No need for greed or hunger. I'd rather food of them. Imagine all the people sharing all the world. You may say I hope someday you'll join us and the world will be prosper. はい、聞いていただきました。時々ね、こういうこともやりますね。さあ、最近ね、この間も言ったかもしれないけども、網走でもね、ストリートピアノがなんかどうも展開されるようです。いつかわかんないけどね。それはもう確実な、消息筋で聞いた話なんだけどね。実はまあ私の、アップライトピアノがね、1台、程度のいいやつが余ってんだよね。まあ、それを使ってね、どっか展開できないか。ね。まあ、ね。本当は網走でも やってほしいな。昔ね、昔じゃね、ちょっと前にね、札幌に行った時にね、川沿い、ね、南区のね、川沿いの札幌市民生協にね、グランドピアノを下ろしてるんだね。そのストリートピアノにね。ね、それちょっと弾かせてもらって、めちゃくちゃ良かったよ、あれね。本当に。まあ、札幌市民生協はね、その文化講座もあったりするから、やっぱりそれなりの人が、まあ、監修したっていう感じだね。あれ良かったな、本当に。で、エンガルの道の駅、ね、高規格道路とか、まあ、整備されて、道の駅、ね、あそこにもストリートピアノ、ね、古い廃校になった小学校から持ってきたピアノ、まあ、こんなのも、ね、まあ、なんかちゃちゃちゃっと、よくわけのわからない人が設置したんだと思うんだけど、まあ、それはそれで楽しんでたんだけど、コロナになった途端にね、もう怯えちゃって閉鎖してんだよね。それでまあそのまま閉鎖したままですよ。あれも残念な話で、もうそろそろいいじゃないのね。でそんなこと言ってたら、先月ぐらいから紋別の市民会館でね、その市民会館のその大きな部屋に寄贈されとったアップライトピアノを表のね、そのロビーに出してきて、ちょうど私がね、まあ、お気に入りのその定食屋があってね、キッチン島っていうね、まあ、いい仕事するんだ、ここは。ね、本当にね、もうキッチン島にね、ご飯食べに行ってるようなもんさ。ね。で、まあ、ご飯食べたら、ピアノを弾いて帰るっていう、状態になってる。まあ、だからね、あんまり人がおったらね、ピアノはあんまり大きな音でっていうかね、ピアノ弾けないけどもね、人がおったら弾けないっていうのも変な話だけど、まあ聞く目的でいる人だっていいんだけど、お話しする人がいるのね、ピアノ弾いたらそれは迷惑だからね。まあそのぐらいのことは私は分かりますんでね。まあそんなことあったりして、この網走でもね、そのストリートピアノ展開、あ、いつになるんだろうな、どこになるんだろうな、楽しみです。で、まだ1台アップライトピアノ余ってるから、これ大事なのはピアノいいんだけど、ピアノってものすごい手間がかかるんだよね。とにかく僕らの考え方でいくと、もう毎日調律したいわけさ、ね、ギターの弦だって毎回その舞台に立つ前に、ね、調弦するわけ、ね、あれは6本しかないからいいけども、ピアノなんて250本もあるからね、それは大変なんだよね。だからその管理ができないと、まあ残念なことになるんだよな。
ね、な昔あれどこだったかな、その東京の行った時にヨドバシカメラのどこの店だったかな、もうちょっと思い出せないけども、東京八重洲だったかな、八重洲だったかな、あのヨドバシカメラのあのところに、まあ前の建物の利用で余ってたんだろうな、あのベーゼンドルファーのね、あのコンサートサイズのピアノがあってね、それはね別にストリートピアノっていうまだ時代じゃなかったんだけど、蓋開いてるし、あの俺勝手に弾いてきたんですよね。まあまあそんなのもあったりして、まあそういう文化がね定着するといいよね。時々ピアノもね妙にうまいやつが弾いてたりするとね、それもそれでいいですしね。なんかそんな、なんだろうな、その楽しみ方っちゅうわけじゃないけど、そんなもいいよね。まあそれは自分が できる分かることだから私はいいよねっていう、まあ、それはそれぞれに人がね、あこれいいよねっていうのが、みんなあっていいんだよな。ね、そうなんだけどね、まあいやいや、今日はね天気も良くて、空が大きいからね、まあちょっとあちこち行ってみようかなと思います。まあ言っても近所だよ、どうせ近所で。まあ皆さんもね、健やかにお過ごしください。コロナはいろいろ流行ってるけどね、まあいいじゃないの、自分が元気でいればね、頑張ってやってください。こういう時間になってしまいました。最後は、希望ね、絶望の状態でも、光さえ差し込んでくるような、曲ね、ベートーベンの悲壮ソナタの2楽章をかけながら終わりたいと思います。今日も聞いてくれた方ありがとうね。ではまた来週。